ジェフ・ゴールド・ブラムはアメリカ合衆国の俳優。身長194センチメートル。1952年10月22日にペンシルベニア州ピッツバーグに誕生する。17歳で俳優を志してニューヨークに引っ越し、ネイバーフットプレイハウスで演技を学び、比較的すぐブロードウェイデビューを果たす。1974年に早くで 映画デビューしたが、彼の舞台を見たロバート・アルトマンにスカウトされ、監督のナッシュビルに出演して、本格的に映画俳優として、キャリアをスタートさせた。2007年、トロント国際映画祭でのゴールドブラム1986年に、ザ・フライでハエトが期体してしまう科学者セスを演じて、注目され、以後、ジュラシック・パーク、インデペンデンス・デーでもアウトローな科学者。 技術者役を演じている。ジュラシック・パークシリーズは3作目と4作目を除いて、マルコム博士役で出演している。過去に、アップルのテレビ CM に出演し、日本でも放映されたほか、1997年には、京都のハイテクメーカー、ロームの企業キャラクターも務めた。ブロードウェイの舞台にも立っている。1987年に、僕の彼女は、地球人、 ザ・フライで共演したジーナ・デイビスと結婚したが、後に離婚。ジュラシック・パークで共演したローラ・ダーンとも交際し、婚約したが、後に解消した。2014年、元オリンピック新体操選手のエミリー・リビングストンと結婚。2015年に第一主となる男児が誕生。ジャズバンド、ザ・ミルドレッド・スニッツァー・オーケストラを、俳優のピーター・ウェラーと共に結成し、 地元で演奏することもあるという。2017年には第2子が誕生。ありがとうございます。